皆さんこんにちは、明ひとみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は屋久島に行ったら絶対に行ってほしい知られざる温泉スポットをご紹介します。それは小野間温泉。宮の浦港のバス停から約60分、温度はなんと49度。でも効果効能がすごいんです。猫ちゃんが迎えてくれるこの小野間温泉の効能は、美肌効果、そして皮膚病が治るという地元の方のお話も伺いました。また不思議なことに、私たち標高1800メートルの黒見岳という山に登ったんですが、登山で一番心配なのは筋肉痛ですよね。筋肉痛を心配していた私たちなんですが、下山してすぐに小野間温泉に入りました。翌日から全く筋肉痛がないんです。皮膚病が治るというのも納得だし、なんだか万病が治りそうな、そんな予感がしました。そしてこれだけすごいのに、なんと入浴料が200円なんです。地元の方も足しげく通うこの温泉はとっても人気があるそうなんですよね。ただ注意していただきたいことがあります。この小野間温泉には独特の作法があります。1. 頭を洗う場所、体を洗う場所がそれぞれ決められています。シャワーのお湯は頭を洗う時のみに使ってください。お風呂のお湯は体を洗う時のみに使ってください。2. 何度もかけ湯をしてから入る。お湯がとても熱いので、先に体を慣らしておくことがとても大切だと思います。これを知らないとタイミングによっては厳しい注意を受けるのだそうです。知っておくと快適に入浴できますよ。他にもとても海に近い平内海中温泉や湯泊まり温泉もあります。これらの温泉は男湯と女湯が仕切られていない場合と、仕切られていても見えちゃうかもしれないっていう心配があるので、私たちは満天の星空を見ながら夜入浴しました。夜もとってもおすすめの温泉です。それでは皆さん、素晴らしい屋久島の旅を、また会いましょう。明ひとみでした。